バイオリンの重松彩乃です。私たちは時代に翻弄された20世紀の作曲家プロコフィエフとミシアンの作品、現代日本を生きる若手作曲家村上里乃さんの新作の3曲の祈りをテーマにしたプログラムを企画し、今年の3月13日に演奏会を開催する予定でした。しかし新型コロナウイルスの影響で延期せざるを得ない状況となってしまいました。時期を改め、このコンサート祈りの鏡を開催したいと思っており、今回このクラウドファウンディングに挑戦することにいたしました。東京芸術大学と東邦学園大学の学生卒業生によるこのコンサート、ぜひご支援していただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。